俺は生きている意味がわからない。生きがいを知らない。情熱も希望もただ生活をしているだけで、悲しみはそこここに積もる。みんなそれぞれの自分を見つけられるように、私だけ踏み出せないでいる。時間が止まっているのは私だ。何にもねえ大学生活だったな。何にもねえまま卒業だけはしちまいそうだ。初めのうちは努力もした。必死で練習しました。ぶっ倒れるまで練習した。精一杯やった。いろいろ考えて悩んだり迷ったりもしたけど、毎日すごく楽しかった。お前は将来やりたいこととかもう見つけたか？好きなことばっかやって、やるべきことをなおざりにしてると、人生に失敗したとき、あんなものに夢中になってたせいでって言い訳する羽目になるんだぞ。明日も明後日もその先も、いつだって目の前にあるのは現実だ。なら逃げるんじゃなくて、いっそ一緒に走ってみればいいんだ、現実と。私、特別になりたいの。他の奴らと同じになりたくない。でも現実は違った。私、才能ないからさ。普通の人だから。自分の力の及ばないところで、自分の未来は決まってしまう。どれだけ努力しても、変えられないものがある。なぜ俺たちは、こうまでして走り続けるんだ。こんなにも辛くて、こんなにも苦しいことに。たくさん練習して、毎日毎日居残りして、それで上手くなっても何もないかもしれないんですよ。誰も喜んでくれなくて、いいことも一個もなくて。悔しい。悔しくて死にそう。頑張るって何ですか？君はあがかないの？私たちあがくの得意じゃない？頑張っても結果が出ない。意味がない。そんなことない。周りと比べるから見えにくいだけだ。人と比べた順位だけが結果じゃない。たとえ俺が1位になっても、自分に負けたと感じればそれは負けだ。タイムも順位も目まぐるしく変わるこの世界で、何をもって一番なんて決められる？それ以上に大切にしたい理想や目的があるから走り続けているんじゃないか。走っても走らなくても同じだけ苦しいってことが。成し遂げられないとしても、この場所で心が望むことをやり通したいです。私は必死にあがくよ。あがいてあがいてあがきまくってやる。怖いけど、やめちゃいたいけど、意味のないことなのかもしれないけど、夢が叶ったからもういいって思ってたのに、諦めてたのに。